地球に優しいアイデアで注目を集める商品やサービスをご紹介。まずは地球に超絶優しい男兼近が紹介するぜ。ありそうでなかったマスクのアイディア。コロナ禍の必須アイテムになったマスクで新たな課題になっているのがマスクのゴミ問題。そんなマスクゴミを減らせるかもしれないアイディアが。捨てない再利用ができるマスクなんですね。それは別の形で再利用できるマスク。こちらのマスクの生地には脱臭効果が期待できる特殊なセラミックを粉砕して練り込まれています。マスクとして使い終わったとしても生地の脱臭効果は継続するということなので捨てずに再利用ができる使い道が。靴でございます。このヨマックスを入れます。そうすることによって再利用ができるわけですね。なんとマスクとしての役目を終えた後は匂いが気になるところで再び活躍するんだぜ。そしてここからはネイルに SDGs を入れちゃうほど SDGs ラブなリンタロウが紹介だ。地球に優しいお得な販売機。世界で廃棄されている食品は年間13億トンもあり、今やフードロスは社会的な大問題に。そんなフードロスを少しでもなくそうとある無人販売機が誕生したんです。一体どんな販売機なんですか？こちらの販売機はですね、まだ賞味期限まで十分な期間があるにもかかわらず通常の流通での販売が困難になってしまった商品をお買い求めやすい価格で購入することができる販売機になります。そう、日本のフードロスの量は年間およそ600万トン。実はその半分以上は食品事業に関連するところで発生しています。その理由の一つとして賞味期限や消費期限とは別に製品を出荷する際に納品期限というものがあるそうで、賞味期間が1年12ヶ月の商品ですと、4ヶ月まで納品できる、期限になると。そう、小売店などでは賞味期限まで余裕を持って販売できるよう納品する期限3分の1ルールというものを設けています。例えば製造日から賞味期限までが12ヶ月の場合、製造日から4ヶ月過ぎると出荷できずそのまま廃棄されてしまうこともあるそうです。そこで納品期限は過ぎたけれど賞味期限までは時間がある商品をお得な価格にして無人販売機で売ってるんです。非常に我々の想定している以上の商品の売り上げも出ていますし手応えを感じています。この無人販売機は全国5カ所で運用を開始。今後も食品ロスを減らせるサービスについて模索していくそうですよ。